それではこの表題の文献を紹介させていただきます。この文献は、文法誤り訂正タスクに取り組むタスクで文献で、言語モデルを用いた文法誤り訂正のアプローチについて調査しています。シンプルかつ少量のアノテーションデータしか用いない言語モデルアプローチが、大量のアノテーションデータで訓練されたモデルと、性能が向上したわけではないんですけど、競争できるぐらいの性能を示しました。イントロダクションです。クヌル2014シェアドタスクでは、そのグラマティカルエラーコレクションのさまざまなシステムが提案されたんですけど、その中でもトップ3のチーム全てが SMT あるいは分類器を用いたシステムでした。でこれ以降、このタスクの研究では SMT や、SMT と分類器のハイブリッドシステムや NMT を用いたアプローチを主にフォーカスした研究が進んできています。でしかし、この2014シェアドタスクでもその言語モデルを用いたアプローチは提案されていたんですけど、これ以降その言語モデルを用いた手法に関する研究は大きく停滞しています。でそこでこの文献では、言語モデルを用いたアプローチをもう一回、再調査してみようという、文献になります。言語モデルを使った、アプローチの、主な考え方として、言語モデル確率の低い文は、言語モデル確率の高い文よりも、文法誤りを含んでいるであろうというアイデアがあります。でそこでその以下のステップで、入力文に対して訂正を行います。でまず入力文の言語モデルスコアを計算します。次に、文中の各単語において、あらかじめ作っておいた訂正候補セットをその各単語に対して割り当てます。で各単語における各訂正候補でそれぞれ置換した文を生成したときに、元の文に対して置換した文を生成して再びその文のスコアを計算します。で訂正候補の中からスコアが式1よりも高くなる候補を一つ選択します。でこれを文頭から文末まで繰り返すというふうな、ステップで訂正を行います。で、その時の一つの訂正の例がこちらで、ステップ1からステップ5まであるんですけど、すみません見づらいですね。一番上が入力文で、それに対して、その文の確率が、計算されています。でステップ2とステップ3で、各単語の各候補訂正候補に対して置換を行った時の文の言語モデル確率が計算されています。例えば、最初の I am looking の am に対して was, be, are っていうふうな3つの訂正候補が用意されていて、それぞれで置換した文の言語モデル確率を計算してみると 0.9107 -3.09 -3.10 というふうにあって、でその確率が元の確率と比べて式1より、その式1より高いスコアを出していたら訂正を行うというふうになります。でこの forway という文単語を見ると、フォアワードっていう単語に置換したときに、式1より高い確率を出すので、ここで訂正されます。で、C も同様に、フォアワードで置換した後の文の確率に対して、シーイングに置換したときにスコアが高くなるので、シーイングに訂正されます。式1については後で説明します。
各単語に訂正候補を生成するんですけど、その訂正候補セットについて説明します。でこの論文では、次の3つの英語のエラータイプを訂正対象としています。で1つ目がノンワーズ、非単語ですね。これはスペルミスになります。でこのスペルミスに対しては、再版スペルっていうふうな既存のスペルチェッカーを使用して、そこからそのノンワードに対して訂正候補を生成します。で2つ目のモーフォロジー、語形は、これはいくつかのエラータイプが含まれてて、例えば、単数形か複数形か、時制、現在形か過去形か未来形か、であと、単語の活用の形などがこのエラータイプに含まれます。でこれは、このオートマティカリージェネレーティッドインフレクションデータベースっていうふうな、さまざまな英単語が登録されているデータベースから訂正候補を取ってきて生成するっていうふうになります。で最後にアーティクルズ&プレポジションズ、冠詞と前置詞に対しては、ここはあの筆者らが独自でこの訂正候補を定めました。実験についてです。言語モデルの構築については、これですね、ちょっと英語で言った方が早いんですけど、Program Language Model Trained on the 1 Billion Word Benchmark Dataset with KNM です。で、開発セットとテストセットはこちらに挙げたものを使用しました。で、先ほど述べた式位置についてなんですけど、元の文のスコアに対して、置換した後のスコアがどれだけ向上しているかっていうのを式位置によって、どれだけその式位置以上に向上していれば訂正を行うっていうふうなもので、その式位置を決めているんですけど、このグラフの横軸がその元のスコアに対して、どれだけそのスコアが向上、スコアの向上したら訂正するかみたいな、このパーセンテージを0から 10% まで上げていった時に、性能がどういうふうに変化するかを見たグラフです。で、0% っていうのは元のスコアと同じスコアだったら訂正しちゃうっていうふうに、で逆にこうこのパーセンテージを上げていくと、だんだん訂正しないような振る舞いを見せてくるというふうになります。で、ちょうどいい式位置っていうのが、この 2% から 5% あたりにあって、で今3つのテストセット、開発セットでこれを出してるんですけど、それぞれの開発セットによってその式位置の値っていうのが変わってきて、この2013では 2%、 SCE 開発セットでは 4%、 JFLEG 開発セットでは 5% っていうふうに、違う値になっています。でこれは開発セットによってその傾向が違うだろうっていうふうに筆者は述べていました。結果の方です。で、結果の評価については、3つのテストセットを使っていて、システムは、このアワーワークっていうのが言語モデルを使った提案手法で、その上に並んでいるのが過去のステージとオブジハードと歌われている手法になります。で評価はこの M2 スコアとグルーでを見てもらえばよくて、この太字になっているのが各テストセットで最高性能を出している値になります。でそれに対して、アワーワークでは、ステートオブジェクトの性能よりは
劣っているんですけど、他の手法と比べて、そんなに悪いスコアではないだろうというふうに述べています。特にこの JFLEG テストセットにおいては、ステートオブジアートの値には達していないんですけど、この中では2番目に高いスコアを出していて、筆者らも驚いたというふうに述べていました。まとめです。文法誤り訂正のためのシンプルで少量のアノテーションデータしか使わない言語モデルアプローチを提案して、実験を行ったところ、大量のアノテーションデータを必要とする機械翻訳アプローチと、競争できる性能を示しました。このシステムは、特定のエラータイプしか訂正できないというふうな制限があるために、単語の不足ですね、単語の不足は訂正対象としてないので、それらのような他のエラータイプも訂正可能にすることが課題に挙げられています。以上で終わります。